近年急増する凶悪犯罪、その犯人検挙および全容解明のため、科学警察研究所法医第9研究室は MRI 捜査を開始した。取り出された犠牲者の脳から見えてくる映像は、被疑者だけでなく本人のあらゆる記憶をさらけ出していた。ラジオなんかやめておけよ。そうね。うん、いいぞ。お待ちになりましたか？お。青木さんですね。はい。電話でご挨拶しました、アマチです。青木一行です。ではご案内します。大工の私が言うのもなんなんですけど、青木さんも大変な部署に着任になりましたね。はい。ここの鍵は大工の身分証を持っていれば近づくだけで解除されるようになってます。ほう。 MRI 操作は個人の秘密に公権力が介入するので、まだ倫理的には多くの問題があります。はい。ですので世間的に私たちよく思われていないんです。確かに私たちは人が殺される映像、人を殺す映像を永遠と見続けなければならない。そしてプライバシーも。青木さんの独身術はかなりのものと聞いています。みんな期待していますよ。それじゃあこちらが、あ、天地さん、大丈夫ですか？気をつけてよ、みちるちゃん。すいません。そんなにおかしいですか？いえ、大工はエリート集団って聞いていたんで。これでも犯罪心理学の専門家です。天地、MRI が立ち上がった。来てくれ。今日も試験稼働するのね。あ、私も行きます。あの、僕は何をすれば？青木さんは室長にご挨拶なさってください。あ、室長？不在じゃないか。あれが法医第9研究室室長、牧啓司。こんなあどけないのか。数々の猟奇殺人事件で犯人の脳を見てきた現役捜査官。
それがこんな幼く見える人なのか。マキ室長、マキさん、すいません、起きていただけますか。防弾チョッキ。今日着任しました。青木だな。聞いている。君はここに向いているかな。え？転属願いならなるべく早く出すんだな。教えることが無駄になる。なんだよいきなり。それに鈴木って誰だよ。お客さんが来てるみたいだね。それより緑、今日は学校休みかい？先週の振り替え休日だって言ったじゃん。ん？おい、お母さん、ユキナ、お母さん、ユキナ、どうしたの？緑、早く救急車を。はい。武蔵野市井の頭の主婦、先ほど死亡を確認。3時間前の拳銃強盗事件で紛失した拳銃と弾丸が一致しました。巡査は依然意識不明の重体です。使われているのは警察の拳銃だ。これ以上犠牲者を出すわけにはいかない。 MRI システム実施を。脳は警察病院で摘出される。そして死亡48時間以内にスキャナーにセットしないと映像再現が困難になるですね。おお、よく勉強してるな。はい、岡部さん、よろしく頼むぜ新入り。はい、頑張ります。なんだ。牧室長のことなんですけど。うん。室長、眠っている時も防弾チョッキを着たままでした。ああ、もし撃たれる時には頭を狙ってもらえるようにだってよ。え？そればかりじゃねえ、本を抱いていただろう。ええ、確か聖書でした。あの中身はな、振り抜かれていて拳銃が入ってるんだよ。いつでも自分の脳を撃ち抜いて死ねるようにだってさ。どういうことですかそれ。取り憑かれてんだよ。これです、お願いします。よし、積んでくれ。この中に人間の脳が。いい加減にしてくれよ坊や。大丈夫です、今行きますので。脳が盗まれた。はい、車は発見しましたが脳の所在が不明です。バカ野郎。申し訳ありません、これはみんな私のせいでございまして。当たり前だ。盗んだ男ですが被害者を殺した犯人かもしれません。 MRI 捜査を知った犯人が被害者の脳に自分の姿が記憶されていることを恐れたのかも。ここがリビングですか。岡部さん。ん？まるで奥さんの写真展だな。よほど愛されていたんですね。ん？
なくしたショック状態なの。手短にね。はい。実はそのお母さんの脳が誰かに奪われたんだけど。それをやったのお父さんかも。え？こんな書き置きが。それではご主人は奥さんの脳と旅をしているということですか？お父さんが行きそうなところってあるかな？わかりません。お父さん、写真が趣味みたいだね。お母さんを撮った写真たくさん見せてもらったよ。すごく綺麗に撮れてた。古いアルバムも見せてもらったんだけど、一枚だけ最近取り外された写真があるんだ。わかるかな？ここに写ってる二人は随分若いね。父と母は学生時代に出会ったらしいんですが、その頃の写真ですね。でも当時の話を聞いてもお母さんごまかして教えてくれなかったんです。この人は？父と母の共通の友達って聞きました。それ以外は。そんなことより早くお母さんを殺した犯人を捕まえてください。分かってるよ、みどりちゃん。そのためにお母さんの脳が必要なんだ。岡部さん、青木くん、今日はこの辺で。はい。分かったか、小野木だ。今やってますよ。しかし周りの写真を参考に亡くなった写真に写ってる場所を突き止めろなんて、室長も無茶言うよね。でもこれだけ情報があれば大工自慢のスパコンが何とかしてくれるって。見えるか、雪のこの景色が懐かしいな。君の心の秘密は誰にも見せない。誰にも。死ぬ時は一緒だって誓ったね。見つけたぞ。捜索者確認。捜索者確認。へえ、ヘリの操縦免許まで持ってるとはね。お父さん、どうしてこんなこと。みどり、すまなかった。奥さんを愛していたんですね。奥さんは死ぬことなど考えていなかった。あなたや娘さんと一緒に楽しく暮らしていた。その命を奪った犯人をこのままにしていていいんですか？妻の脳を見られたくなかった。お気持ちはわかります。しかし犯人は今も拳銃を持ったまま逃走中なんです。ご主人が命を懸けてまで見せたくなかった奥さんの脳の中身、それに僕たちが触れていいのだろうか。サーチ。脳神経細胞稼働率30%、 40%、 50%、 60%。 人間の脳は膨大な記録を蓄積している。 MRI 操作では死んだ脳を電気刺激によって 120% 稼働させる。90%、 100%。
120%。 事件現場が見たい。海馬を探せ。海馬？最新の記憶がある場所だ。最新の？殺された時の記憶。人生のラストカット。ラストカット。海馬の映像出ます。誰かいる。この男が訪ねてきたのか。青木、なんて言ってる。唇を読め。どうして分かってくれないんだ。僕は今でも君を愛してる。愛してる？もう一度やり直せないのか。これが最後だ。地上のもつれか。奥さんが何か言ってます。青木、なんだ。はい。お、フラッシュバック始まります。フラッシュバック。記憶が走馬灯のように駆け巡るっていうあれだ。死にかけた脳は苦痛や不安を和らげるためドーパミン、つまり脳内麻薬を出す。そして幸せだったイメージを再現する。待て、戻せるか。はい。止めろ。焦点が後ろの林に。え？拡大しろ。さっきの殺人犯？大脳皮質にこの記憶に反応しているニューロンがあります。そこに行けるか。やってみます。大脳皮質に接続。10年前です。殺人犯。10年前ってもう奥さんは結婚しているはずですよね。長期記憶っていうのはな、特に大脳が残そうと決めた記憶だ。それじゃあ旦那さんや緑ちゃんより奥さんはあの男の記憶を大事にしてたってことですか。後で自分を殺すことになる男の記憶を。この男は誰です。これは奥さんの記憶にあった画像をプリントアウトしたものです。やはり雪乃の中にこの男が。この男は死んだ。死んだ？こいつは金沢祐介、私の親友でした。そして妻が10代の頃から付き合っていた恋人でした。私は祐介と雪乃がつまらないことで喧嘩をした時、彼女を略奪したのです。卑怯なやり方でした。奴が冬山で遭難したのはそのすぐ後でした。それから私と雪乃は過去は忘れて二人だけで生きていくことを誓った。しかし私は知っていました。彼女が奴を忘れていないことを。彼女の頭の中にやはり彼が残っていたんですね。この男は生きています。え？そして奥さんを殺したのは17年後のこの男です。金沢祐介だね。うん、金
金沢雄介は17年前雪山で遭難して記憶をなくしたが、3ヶ月前になって突然記憶が戻り、榎木由紀乃に会いに来た。何度も接触したが、失われた17年を取り戻すことはできなかった。もう一度お願いします。はい。もう一度やり直せないのか。これが最後だ。サングラスアップしてください。もっと。なんて言った？マキさん、よく気づいたな。奥さんは最後になんて言ったんだ？マキさん、僕にはこの MRI 操作が本当に必要なのかどうか分かりません。人の秘密はあまりにも重くて。だがな、ホーキー、なぜ自分の命が奪われることになったか。死んだ人間は話すことができないんだ。犠牲者の無念や最後の叫びを明らかにしてやるのは俺たち以外に誰ができる。奥さんは彼を忘れられなかった。そして最後に何と言った？あなたのことは忘れたいの。夫と娘を愛してる。知っていたの、何もかも。待っていたの、今もなお。一体どこまで行けばいいのか。